なぜか今日も履いてしまう。なんでか知らんけどこのジーパン履いてたら落ち着くんや。かっこいいとこまで行かなくて僕はいいと思うんですけど、なんか毎日履いてまう。そういう存在になることがやっぱ夢ですね。日用品の薬品であったりとか、いろんなものを探してどうやったら色落ちるんやろうとか、そういうことをまあ勝手に研究し始めたんですよ。それを使うことでこう履いてずっと履いてた時にこのこういう線が入ってくる。でこれがまあデニム好きにはまたたまらんところですね。これも不可欠なアイテムになるので、ショップの奥がマジックウォッシュの作業場になっています。現在、幼児山本を含む5つのブランドのユーズド加工をここで手掛けています。使用するのは特殊な漂白剤。それを水で薄め、丸めたタオルの端につけて下書きの上をなぞっていきます。6回か7回ぐらいは重ねて、で、陰影を徐々に。大園さん、夢の続きは、まあ、今回ね、上着作ったっていうのもやっぱりものすごい面白いし興味がいっぱいありますので、今後はそのアイテムを少しずつ増やしていって、いろんなアイテムを楽しんでいただけるようなそういう店作りをやっぱりしていきたいですね。やっばそれ絶対これいって、うん。